雨もマシになってきて、さっきまでおったパリピっぽいバーベキュー勢が帰ったんで、乾燥です。怖い、ちょっとで、もう設営も終わったし、お腹減ってきたからご飯作ろうと思っております。今日は、ユッケジャン風、ユッケジャン風辛ラーメン作ります。ちょっと今日のコーディネートは魚屋さんみたいになってるけど、作るんは肉やけど晩ご飯にサラダ食べるかな。ここのキャンプ場は、本当はお盆に公安キャンプ場を予約してたけど、ちょっと緊急事態宣言ちゃうわ。マンボウ
てるし、ちょっと港湾キャンプ場側もあんまり来てほしくない風な感じだったからまあ、キャンセルして、で予約せんでも行けるキャンプ場ないかなと思っていろいろ調べてて、まあ、ここのキャンプ場は穴場っていうのを聞いてたけど、ほんまに穴場やってびっくりしました。で、勝手に行こうです。さっきは鹿もおったし、ちょっと夜来られたら怖いけど、まあ、怖かったらさっきはしようと思ってます。安室ダム、ここは安室ダムの近くにあるキャンプ場やから、安室ダムキャンプ場、安室奈美の安室って書いて安室って読むらしいです。今日看板見て初めて知りました。ずっと安室か安室かどっちやろな、安室です。びっくりした。久しぶりのソロで、缶ソロ。夜になったら真っ暗になるから怖そうやな。めっちゃ明かりつけたろ。いやでも公安キャンセルしたからお盆はキャンプなしかな思ったけど、来れてよかったです。ここにさっき炒めた牛肉のしていきます。よいしょ。はい、おいしそう。はい、できました。ユッケジャン風辛ラーメン、いただきます。うん、あ、うまい、うまい、うまっす。うん、おいしい。うん、これはおいしいです。うん、やっぱ辛い料理はソロの時しか食べられへんから、辛い料理作りがちに
なる。美味しい。うん、簡単やけど。ぜひやってみてください。ユッケジャン風辛ラーメン。うまい。鳥が来た。うまい言うたら鳥が来たで。独り言もでかくなりがちやけど、お腹いっぱい食べよう。危ない感じなので、できれば撤収してくださいという要請が出てしまったので、カンソロ終了です。いやでも楽しかった。猫にも癒されたし、いい経験になりました。撤収していきたいと思います。一人やからもうね、こんだけやし、すぐに撤収できると思います。雨がひどくならない間にちょっと片付けたいと思います。まあ、今回は、残念でしたけど、次回またチャレンジしたいと思います。サーブ泊今回できなかったですけど、次回頑張ります。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ファイティアオチャンネルママでした。バイバーイ。Drunk to